かし晴れのはずの天気だったんだが、意外と雲の多い曇り空になっちゃいましたな。今それでも紅葉してるね。終わりがけとはいえ紅葉してるね。すごいな。お、インテグラーレ。こんな感じの絶景路ですな。素晴らしい絶景ですな。伊豆はすげえわ。ちょっとね、今日は晴れてるんだけど、なんだか雲が多いので、空と海の境界線がよくわかんねえけど、でもすんごいね、あれ。さてと、いやー、しかしすっごいねー。うわー、まあ、走ってどうこうっていうんだとね、さっきまでの道だと思うけど、こっちはこっちでまたすごいよね。ここ昔に1回だけ来たことがあったんだよな。スパイダーで来たんだよね。ここに車止めたんだよ。今から松崎町の方に向けてね、進んでいこうかと思います。途中のね、松崎方面こっちっていう看板があって、そちらから行っても行けるんでしたけど、おー、なんだろうこれ、なんか十字架が飛んでるみたいだな。おー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 おお、ヘアピンカーブだった、ヘアピンカーブだった。これね、こっから先結構すんごいくねくね道なんだよな。おー、ヘアピン、おー、すごいね。
ダイナミックだな、ダイナミックだね。おお、ここも綺麗だね。こりゃ綺麗。伊豆の道っていうのはやっぱりどこ走っててもなんだかいいんだよね、これね。おお、小金崎クリスタルパーク、あ、クリスタルパークってここだったのか。カレー味、カレー味、あー、これなんかカレー味って言ってたやつか。こことかも全部寄ってってもいいんだけどね。なんせね、今回の伊豆ツーリング、何をしようっていうのがね、目的で決まってたわけじゃないんですけど、唯一で決まってたことといえば、もう道ヶ島をメインにして、そこだけ一点集中で。ジオパーク、ジオパーク。おー、すっごいところにやってきたな。なんだこれは。すっごいわ。おお、だってきた。さすが道ヶ島。すごいな。